繋いで連れてくよ、海に眠る宝石を二人の。はあ、朝風呂気持ちいい。やっぱり休みの時だからこそできることだよね。夏場ってさ、シャワーで済ましちゃう人多いと思うけど、お風呂に入る前にお部屋をクーラーでガンガンに冷やしておくのさ。電気代も水道代もガンガンに無駄に使っていくぜ、ヒャッホー。それにしてもさすがに気のせいだと思うんだけど、ここの窓からなんか視線を感じるんだよな。ま、でもさすがにないか。ミオちゃんとかだっていつも玄関から入ってくるし、なんだったらインターホン鳴らしたり。やだ翔太くん、朝から大胆なんだから。あんたが勝手に覗いとるんや。翔太くん、お背中流しましょうか。これが絶望した時の人の顔だよ。あのさ、それでなんでみんなが俺の家にいるの？翔太くん、こんにちは、お邪魔してます。どうせまたあれだろ、夏休みの思い出いっぱい作ろうぜとか言い出すんだろ。僕は忙しいんだよ、みんなで思い出作っときゃいいだろ。そんなこと言うなよ翔太、なんだかんだ楽しんでるくせに。そうそんなことないし、パソコンで綺麗なお姉さんたち眺めてる方がよっぽど思い出になるし。ふーん、翔太くん、いつも私を無視してパソコンでそういうの見てたの？あー、ミミオちゃん、父が誤解だよ。お願いだからここで魔法使わないで、家壊れちゃうから。でも本当にもうすぐ夏休み終わっちゃうから、最後の最後に思い出作りたいわね。私湖とか行きたい、なんか涼しそうだし。私も湖でお魚さんとか見たいな。じゃあ決まりね、今からみんなで湖を見に行きましょう。あそこの湖か。ここから結構遠いし、なんだったら外来魚ばっかりで綺麗な魚とかほとんどいないし、水中の温度が夏場結構上がってるから逆に蒸発して暑く感じたりするらしいよ。翔太くん、さすがにアドリブでそれ出るぐらい行くの嫌すぎでしょ。こっち遊びじゃねえんだよ。はいはい、翔太くん分かったから、さっさと行くわよ。ちょっと待って、ミオちゃん、結構リアルにどうやって行くの？まさか自転車で行くとか言わないよね。大丈夫よ翔太くん、私が転移魔法を使って和牛レストランの近くまで行ってあげるわ。それだったら毎回自転車で行くのって。翔太くん、それはそれ、これはこれ。あ、はい、すいませんでした。それじゃあみんな、ワープの魔法を唱えるわよ。フライングパラレル。あ、ごめん、おならしちゃった。さあ、着いたわよ。湖見に行きましょう。あれ、あれは何かしら。あんな建物あったっけ。なんか面白そうだし、見に行こうぜ。お、ちょうどいい。そこの子供たち、おいでおいで。これは一体何の建物でしょうか。実は今、無料で遊覧船に乗れるキャンペーンをしているんだ。単純に言うと、船に乗れるってことだよ。それで今なら湖の上にあるおしゃれなお家に連れて行ってあげるよ。湖の上にあるおしゃれなお家行ってみたい。私も写真たくさん撮りたい。いいですわね。それじゃあせっかくだしお願いしてみましょうか。あのさ、みんな、知らない人について行っちゃダメって散々言われてんの分かってる？はっはっは、好奇心旺盛な子供たちだ。さあついておいで。本当ならここから先は有料なんだけどね。君たちはラッキーボーイズ&ガールたちだよ。いいかい、落ちないように気をつけるんだよ。ほら、あそこにお家が見えてきただろ。あそこが湖の上にあるおしゃれなお家だよ。船はどちらにあるんですか。船はこれだよ。これってバスタブじゃ。いいからいいから、私が漕ぐから。ほら、みんな乗って乗って。よし、もうちょっと着くからな。みんな、船酔いは気をつけるんだぞ。この人頭おかしいわ。へい、絶対腰を痛めちゃう。へい、僕と立王の足出てる。へい。いや、みんなお待たせ。それじゃあ行こうか。おや、翔子、何をしているんだ。浮かれて出てきたのか。まあお父様、こんなに可愛い子供たちを連れてきてくれるなんて、私嬉しいわ。気が早いぞ翔子。ほら、子供たちにお家を紹介して差し上げなさい。そうだ、皆さん、
ここから船で来るの疲れたでしょ。よかったらお食事にいたしましょう。え、でも俺たちお金持ってないよ。もう可愛いわね。お金なんていらないわよ。さあ好きな席に座って、みんなでデザートでも食べましょう。ほらみんな遠慮なく食べていいんだぞ。へへん、俺豪華な席で独り占め。ねえミオちゃん、お金も払ってないのにこんなにしてもらっていいのかな。そうね、なんだか少し怪しくなってきたわね。皆さん食べ終わったらお部屋を紹介いたしますわね。さあ皆さん、ここは自由にくつろげるリビングになってますわよ。あそこで本を読んだり、パソコンも自由に使ってくれていいわ。あとここには大きなモニターがあるから、みんなでここに座って映画でも見ましょう。それはありがたいのですが、私たちそろそろお邪魔かなと。あら、もう疲れちゃったの？まだ夜にもなってないわ。寝るのは早いわよ。私たち少し写真を撮りに来ただけなんで、もう帰りたいです。帰る？何言ってるの？もう帰ってきてるじゃない、あなたたちのお家に。ここ私たちのお家じゃないです。ちょっとパパ、説明するのめんどくさいよ。はっはっは、すまんすまん。子供だから説明してもしょうがないかなと思って。今日から君たちはこのお家に住むことになりました。それでみんなが大きくなった時、俺はもうおじいちゃんになってるだろうから、女の子たちは俺のお世話を、それで男の子たちは私の夫になってもらうわ。その頃には私おばさんになってるけど、あなたたちはまだまだ若いから嬉しいわ。おいやばいよ、頭狂ってるあの人たち。とにかくここから早く出た方がいいわね。サクッとワープの魔法を使うわ。あれ、魔法の杖がない。どうして？さっきまで持っていたのに。君は魔法使いの女の子なんだね。私ももう少し衰えないように頑張るから、ぜひ魔法使いの子供を産んでくれよ。気持ち悪い。おいみんな、早く逃げんぞ。しまった。ここからじゃあんなに離れてるんだ。さっきのバスタブもないわね。そんなに慌てなくても大丈夫だ。みんなこのお家で何不自由なく暮らせるんだぞ。素晴らしいじゃないか。みんなが欲しいものだって何でも買ってきてあげよう。とにかく今日はもう疲れただろ。お部屋を案内するから早く寝なさい。ごめんねみんな、パパがこんなに子供を連れてくると思わなかったから、ベッドを2つしか用意してないの。ま、適当に寝てくれていいからね。ちなみに私の部屋は一番あっちの奥だ。私は逆のあっちの端の部屋にいるから、みんな何かあったらいつでも呼んでね。おい翔太、どうするんだよ。今回ばっかりは正直どうしようもないよ。だってミオちゃんの魔法も使えないし、何よりここから出る方法っていうのが船以外思いつかない。でも肝心の船もないし、ミオちゃんの魔法の杖がないのと同じで、みんなのスマホとかもいつの間にか取り上げられてるし。それじゃあ私たちずっとここに暮らすの？そう、そんなの嫌だよ。翔太くん、いつもみたいに何か考えてよ。考えてるよ、僕だって。でも本当に思いつかないんだ。翔太くん、みんなで力を合わせてさっきのバスタブを見つけてここから出ましょう。そうだね、それ以外方法ないよね。でもまずあのバスタブを見つけて、それにあいつらに見つからないようにここから脱出しないと。よし、そうなったらあいつらが寝ている夜中だ。夜中の時間に決行だ。すやー、ほらみんな起きて、作戦決行するよ。トム、ちょっとスガちゃん起こしてきて。わかったよ。はあ、翔太おはよう。もうみんなしっかりしてくれよ。おい、トム、スガちゃん起こしたか？それが全然起きないんだ。
ふにゃふにゃ、私の取り合いやめて。なんか幸せそうだからこのままにしてあげたいぐらいだな。よし、あいつら僕たちがここから絶対出られないと思っているからずっと寝てるよ。それじゃあみんなで手分けしてバスタブを探しましょう。私可愛い顔の人が好き。スガちゃん立ったまま寝てる。翔太くん見つかった？いや見つかんねえな。ちょっと待ってろ、こっから見てみるわ。翔太くんオリンピック出れるよ。翔太くんバスタブあったって。こっちだ翔太、この下にあったぜ。なるほどな、そんなに遠いところにはないと思ってたけどここにあったのか。よしみんな全員の力を合わせてあっちまで行くぞ。よしみんな頑張れ、確実に進んでるぞ。翔太くんこれ絶対明日みんな腰痛くなってるわね。こら君たち帰ってきなさい。パパどうしましょう、このままじゃ逃げられるわ。仕方がない、私が直々に泳いで捕まえてこよう。みんな早く早くしないと追いつかれるわよ。うわー、翔太くんみんな早すぎてもうすごいことなってるよ。パパ何してるの、あの子たち逃げちゃうわよって。パパだ大丈夫？もう今朝あんなに漕いだから腕が限界だ。さすがにここまで来たらもう大丈夫だろう。みんなで力を合わせた結果ね、私一人じゃ無理だったわ。やっぱ俺たち最強だな。みんなで力を合わせたら怖いもんなしだね。私たち最強、下部署最強。だから知らない人についていくなっつってんだろうが。珍しく一番まともなことを言った翔太くんなのであった。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます、概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。